あるところに、女の子とお母さんが二人きりで暮らしていました。季節は寒い冬です。その日は今年一番の大雪が降って、学校がお休みになっていました。女の子は、今日はお勉強をしなくていいんだと喜びました。しかし、お母さんはそれを許しません。学校がなくてもお勉強は必ずしないといけません。今日はお母さんが見てあげます。というのです。女の子はとても不満です。女の子はお勉強が大嫌いだったのです。こんな寒い日はお布団にくるまって、漫画でも読んでいたかったのです。お勉強なんて絶対したくありません。そこで女の子は、お母さんに嘘をつくことにしました。うわあ、痛いのだ。お腹が痛いのだ。寝ていないと死んじゃうのだ。苦しいのだ。痛い痛い痛いのだ。お母さんはその異常な痛がり方を見て、これは大事に違いないと思いました。待ってて、今、お医者様を呼んでくるわ。お母さんはコートも着ないで、雪の中へ駆け出していきました。とてもとても寒い日です。すぐに体中が凍えて、突き刺さるように痛みました。それでもお母さんは全力で走り続けました。足先の感覚がなくなり、何度も転んで、血だらけになりました。それでもお母さんは走り続けました。大切な娘を失うくらいなら、自分は死んでもいい。娘を助けたい。急がなきゃ、急がなきゃ。そう思って、大雪の中を走り続けました。そうしてお母さんは、二度と帰ってきませんでした。それ以来、毎年雪の季節になると、女の子は空を見上げて思います。天使のように優しかったお母さん。もしも本当に天使だったら、雪の日でも、一瞬で病院まで飛んでいけたのに。